間待ちで取り返している、はい、これやはり、1年前からですね、うん、こういう因縁試合をやってきてるわけです。そうですか。そうしますと、まあ、実際としてはもう10年やってますので、はいはい、ベルトは誰かやはり日本人に渡したい、ね、ということからですね、はい、さてそういった意味でも今日は注目の一戦ということになりました。ジャンボ宮本とそれから牧上田、まずチャンピオンの牧上田紹介されました。リング歴も10年、3000試合以上を紹介いたしました。全日本女子プロレスの中心選手ジャンボ宮本、あれは清見川さん、はい、6月の8日鳥取でしたね。はい、そうでしたね。あの時は本当に壮絶な試合というんですか、はいはい、牧上田が徹底的にジャンボ宮本の右の膝ですか、はいはい、痛めている膝を攻めまくりましたね。やつら怪我っていうのは怖いんですよね、はい、一番怖いんですよね。そういった意味でもそれからですね、はい、ジャンボ宮本は本当にリングの上でも足を引きずるような感じが何回かありました、はいはい、今大丈夫なんですか、どうなんです。さあこの間からね、はい、ずっと自分で、まあ、自分が一番よく知ってるでしょうからですね、はい、随分養生しておったようですよ。そうですか、はい、果たして完全な体調で今日リターンマッチを行えるでしょうか。さて綺麗に握手して別れました、はい、松永社長、はい、この試合は確か無制限勝負ですね、はい、そうですね。どういうことですか、ギブアップ以外ないんじゃないですか。そういうことです。コールかですね、はい、あと時間切れっていうことはないわけですね。早く場外になってた。左こちらに来ました。いやー、場外乱闘になりました。レポーターの福田さんが今悲鳴を上げて逃げましたけども、いやー、これはいきなりジャンボ宮本すごいですね。さあ執念がこもりましたリターンマッチですが、試合前両選手の表情を見てまいりました福村さんにちょっとリポートをお願いします。ジャンボ宮本はどうだった。ジャンボさんはね、意外なほどにね、すごい落ち着いてにこやかだったんですよ、はい、で私あれと思ったんですけれどもね、30分ほど一緒にいましたので、表面はね世間話をしてるんですけども、はい、やっぱり一緒にいると肩がね私の方が凝ってきちゃうっていうのは、うん、やっぱり緊張してたんじゃないかなと思いますね。はい、それでさっきまで非常に淡々としてね、にこやかだったのがね、今リングに上がってきて、やったらもうびっくりと思います。さすがやっぱり女王ですね。何かね、ジャンボ宮本の手相なんか見て、はい、和やかに話してきたって話だったのに。そうですよ。でね、手相を見せてもらったら、普通女の人の運命線がね、真ん中に、手のひらの真ん中に通ってるんですけども、はい、その運命線があるのは珍しいんですね。それが珍しいどころか、手首まで伸びてるんですね。これは悪運が強いというのかね、強い人なんですね。だから今日ももしかしたら足をかばいながらも頑張るんじゃないかな、うん、あ、そうですか。いや、とにかく福村レポーターもジャンボ宮本淡々としてて、今日は落ち着いて試合をやるんじゃないかなんてさっき言ってましたけども、さて実際の試合ぶりはこれは大変なことになりました。淡々どころではありません。やはり執念むき出しといった感じのジャンボ宮本であります。赤木真理子選手にも今日は放送席に来ていただいておりますが、赤木さんどうですか、今日この試合ぶり見てて。そうですね、ジャンボがもう、ものすごい勢いでかかってますね。ねえ、はい、ちょっと異常な執念ですね。そうですね、今ありますからね。そうですか。もう足を攻められたらもう不利ですよね。なるほどね。足のことについて福村レポーター何か言ってた、今日あなたに。体調、足の方どうですかって聞いたら、大丈夫です、大丈夫ですってね、やはりかばって、あんまり足のこと言わなかった、溺れたことみたいです、ね、そうですか、いやー、しかし、やはり足はかなりひどいようであります、一回足を攻められただけですっかり動きが止まってしまいました、おっと、小田選手、いった、さあ、どうか、ロープある、ロープある、ロープをつかんだ、ロープをつかんだ。放送する赤木真理子選手はロープロープと言っております。赤木選手、やはりどうしても心情的にはジャンボを応援してますか。そうですね、なるほどね。赤木としてはね、ジャンボと試合やりたいでしょうね。そういうもんですか。尊敬する相手だけに、やはりリングの上で堂々とやってみたいんですか。やりたいですね。そうですか。赤木としてはジャンボに勝ってほしい、なるほど、という気持ちでしょうね。はい、この一戦勝者に対して今日は放送席に来ております赤木真理子から挑戦状。さあネックブリーカー巻き上だ、これも得意技の一つ、おっともう一つ行きました。何か自分がネックブリーカーを受けているような感じ、赤木真理子首をすくめております。さあ
まだ行った、あっと、この形、この形は怖い。さあ、ギブアップにつながるか、足を持った、足を持ちました。あっと、麻生忍が出ました。麻生が出た、麻生が出ました。麻生忍もジャンボ宮本を応援しております。そうですね。いやー、これは若手というんでしょうか、完全に2つに分かれましたね。お客さんも肩振りを、こっちの方が肩振りましたね、はい、お客さんはもうどちらを応援していいか分かりません、はい、いやロープに逃げました、はい、散々足を攻められて最後はネックブリーカー一瞬止まったかと思われました。ようやく抜けた高専天寺高、また場外に出るか、また場外か、あーっと場外に引き取られました。あーっとこちらに来た、あーっと、いやーバケロコンディエゴさすがに迫力で一方が回りました。ジャンボ宮本先にリングに上がった、上がってこい、牧上田したたかに額を叩きつけられました。放送席の前の硬い椅子に、そして机に額を叩きつけられました。福村レポーターはいち早く逃げました。ちょっとね、赤木さん、ちょっと故障しちゃった、壊れちゃったんですよ、ごめんなさい、完全にイヤホンも聞こえなくなりました、マイクの方も曲がってしまいました、大変な場外乱闘。さあようやく今リングに上がりました。何か松永社長も試合を見ていられないといったような感じ。カーッと、さあ回転に寝るがため、カウントカウント入った、読んでた、ああなると思った、あら呆然としている赤木真理子、惜しいですね、一瞬です、声もありません。ジャンボ宮本敗れました。二段マッチならず、牧上田堂々たる防衛、一瞬の回転蹴り固め、いやーしかし本当にこれが引退につながるのか、松永さん本当に引退につながりますか。そうですね、本当に引退ですね。そうですか、ね、まあ自分としては残念ですけれども、よくここまでやってくれたというね、もう本当ね、今までなんかもう本当にもう胸がね、今まで社長はジャンボが女子プロレスで本当によくやってまいりました。これ初めてですね、ジャンボ泣いてましたね、はい、そうですね、いやジャンボ宮本今日はしかしよくやった、よくやりましたが、ついに牧上田の前に敗れ去りました。あるいはこれがジャンボ宮本の最後の姿か。しかし最後を飾るにふさわしい熱闘でした。ジャンボ泣いてますわ。ジャンボ泣いています。そして牧上田堂々と今認定証を受け取りました。放送席の赤木真理子も泣いています。さあそして新しい牧上田チャンピオンに対しまして、ジャンボ心からの拍手であります。フジテレビから大トロフィーが今渡されました。赤木さん、本当に私もね、はい、ジャンボ宮本これで引退と思いたくないんですけども、はい、今の気持ちいかがですか。なんか惜しい選手をなくすみたいね。え、あ、ジャンボ宮本から渡しますね。ジャンボ宮本から大きなトロフィーが今牧上田に渡されました。引退ですか、なるほど、ね、惜しいですね、やはり引退ですね。コミッショナーから引退表明が今場内に告げられます。小型バッグ金太郎との人が対象で、皆様の愛情としてご支援をいただきました。ジャンボ宮本は10年の人生が手がかりを受けて本日引退することになりました。とはいえ皆様にご挨拶申し上げますので、絶対なる拍手をもってジャンボ宮本の引退を受けたいと思います。ジャンボ宮本の引退の挨拶、ジャンボ宮本の引退の挨拶であります。できましたよ。あ、ただなるほどね、ジャンボらしいですね。たった一言、皆様ありがとうございました。たった一言、誠に爽快な後味を残して今ジャンボ宮本リングを降ります。本当に長い間ご苦労でしたね、よくやってくれました。この試合に勝てましたジャンボ宮本選手の執念は
多大なものがありました。この試合をもちまして本日限りジャンボ宮本選手はリングから姿を消します。なおこの試合の2回マッチではございませんが、赤井真理子選手から小石川家に挑戦状が届いておりますので、これで11月30日後楽園ホールで牧上田選手と 3AA の世界タイトルマッチを行います。本当に急な引退表明だったですね、赤木さんね。たった一言、本当にありがとうございましたと、ね、爽快な後味を残してね、ジャンボ宮本引退です。本当にあのジャンボご苦労さんでした。放送席に来ておりました赤木真理子と、そしてジャンボ宮本、今握手であります。今赤木真理子上がっていきました。赤木としてはですね、本当にリングの上に執念を燃やしてぶつかった相手だけにね、赤木としてはですね、はい、まあ、ジャンボと、タイトルをやりたかったですね、はい、胸中はどうでしょう、はい、赤木、ジャンボ宮本と並びました。牧上田選手と赤木真理子選手、11月30日試合は決定しております。11月30日改めてジャンボ宮本引退の後、赤木真理子と牧上田の CWA の世界タイトルが決定いたしました。本当に長い間ジャンボ宮本ご苦労様でした。心からご苦労様と申し上げます。ジャンボ宮本さようなら。今週は満員の市原市臨海体育館、とうとう心ならずもジャンボ宮本のね、送別試合といいますか、引退試合につながってしまいましたね。はい、非常にいい試合だったので、そうですね。